さあ、今回はジョジョコラボの決着まとめやっていこうと思います。ガチャを引くべきかとか、強み弱みとか、いつも通り話していこうと思います。で、これはいつも言ってるけど、私ジョジョも読んでて結構好きなんですけど、今回見ていくのは性能評価になっていくんで、もう本当に性能ここが強いよね、弱いよね、みたいなそういう話するから、そういうジョジョのキャラがそういうのを言われるの苦手よっていう人はご注意ください。で、今回のガチャなんですけど、私はね、まあ、正直今回は引かなくてもいいんじゃないのかなと思ってる。無課金の人が仮にいたとして、引くべきですかって聞かれたら、いやー、いいんじゃないっていうのが本音なところになるかな。ただ、FF だけは、かなり高い性能を持ってるんで、これはちょっともっと期待ね。星5制限でかなり使えるキャラになってくるんで、まあ、そのラック90作れとはあんまり言わないけど、確保だけは、まあ、1から3体ぐらい持ってて制限クエストで使えるようにしといてもいいんじゃないのかなとは思います。で、これは別の動画でも私言ったんですけど、ジョジョコラボは、なんだろう、初心者用に幅広く使えるように、なんかいろいろ考えられて、運営さん作ったのかみたいな、ジョータロウの全属性キラーは、挑戦権解放しない人がいるんだったら、どこでも、そのジョータロウでいけるよ、みたいな感じだし、あとは、その重力以外のギミックは、多分全部これで網羅されてるんですよね、この3人ね。だから、ある程度その3キャラで、いろんなところいけるように、運営さんは考えたんじゃないのかな、というふうに考えないと、私この性能に納得できないんで、なんかそういう風になってんじゃないかな。あと現状高難易度で使えるところもないんで、やっぱりある程度モンストやり込んでて、近畿とかそういう高難易度は全部私いけますよとか、豪絶いけますよっていう人はそんなに必要ないんじゃないのかなっていう気がするね。ただ一応これからやってくる8月のあの天魔の古城だっけ、あそこで何か1体くらいは適正もらう可能性あるんで、まあそこだけは一応あの完全無視してもその可能性はありますよということだけは一応言っておきます。で、コメントとかでよく天下五剣とどっち引くべきですかって言われてるけど、私は天下五剣の方になるかなと思ってんね。まあ、これは一応ジョジョの名誉のために言わせてもらうけど、大抵のコラボよりかは天下五剣の方が強いから、私これ、天下五剣よりもコラボの方が優先しなきゃいけないほど強いガチャって、私の中では、ワールドトリガーの第2弾か、スパイファミリーぐらいしか、ちょっと頭の中にはないんで、これ以外のコラボはここ1年振り返っても本当に全部天下五剣の方が、なんか強いガチャになってんじゃないのかなと個人的には思ってね。ただ天下五剣のガチャはみんな 0.6% なんで、1点狙いするとすげえ難しいから、まあちょちょいと引いて、なんか持ってない天下五剣が1体出たらもうそれで終わっていいんじゃないのかなみたいな気がしますね。で、あともう一個、どっち引くべきですかみたいな話を結構されてるけど、一応そろそろワンピースコラボの謎の第4弾から6弾がやってくる時期があと1ヶ月後には迫ってきてるんですね。だからこの中の一つにモンストがやってくるっていう可能性もゼロじゃないですよ。だからここでもしオーブ全部使い切って、まあ、もし最速で第4弾が仮にモンストだったとしたら、オーブ貯める期間は1ヶ月ぐらいしかないんで、そんなに引けるほど貯まらないんですよね。だから一応ここですっからかんにはせず、まあワンピコラボの可能性もあるよとだけは言っておきます。まあもちろんない可能性もあるから、その貯めといて、いやワンピ来ませんでしたねみたいなオチもあるから、そこはご自身の判断でいろいろ考えといてくださいっていうことですね。本当にガチ無課金の人はちょっと考えといた方がいいかもしれない。美課金の人はまあちょっと月の課金量が増えちゃうみたいな感じになっちゃうんじゃないのかな。で、あともう一個、水着アルファっていうのが一応これは毎年毎年やってきてるんで、ここだけは絶対にやってきますよというだけは以上言っておきます。あと9、10、11と連続でコラボもやってくるんで、例年通りだったらそこら辺も一応あるということはご注意ください。ジョジョはまあ逆に引かなくてもいいやっていう結論になった理由の一つが、これ第2弾に関して結構期待できそうっていうことですね。一応9月からアニメの第2期が始まって、多分それで完結はできなくて、おそらく来年でそのもう一回アニメやって6部は完結するんじゃないのかなと思ってるから、そこまでやったら多分6部の内容で第2弾っていうのも、ちょっと味方キャラどういう風にするのか謎だけど、一応敵キャラはめちゃくちゃ増えるから、それでやろうと思えばできそうだし、やろうと思ったら別に1部とか、まあ、3部とか5部とか結構人気なところとか使って普通に何度も何度もできるっていうことはできるから、今回だけでジョジョコラボもう二度としませんよっていうことにはなんないんじゃないのかなとは思ってるんですね。まあそういう第2弾以降の確率が結構他の作品に比べてプンプンするから、ちょっとここまあ将来なんかその何強いキャラが来た時にジョジョコラボ来るとか、まあそういうので考えてもいいんじゃないのかなと私は思ってるんで、まあ今回はその無茶して頑張って引くみたいなことは考えなくていいんじゃないのかなと思いますね。
そしたらここからはジョジョコラボキャラたちの性能の話やっていこうと思うんですけど、まずこれは高難易度と低難易度っていう分け方で各々のキャラの順番つけてみました。で、高難易度で見るんだったら個人的な1位はジョリーンになるかな。30の極とかカルナ究極とか、あとダウトに1体連れてって SS でゲージ飛ばしとか、そういう使い方できるんで、まあ現状の高難易度に刺さってるのはジョリーンになってくるんじゃないのかなっていう感じですね。で、次ジョータロウは全属性キラー持ってるんで、属性効果 1.5 倍以下のその超絶爆絶とかだったらどこに連れてっても結構活躍してくれるから、ジョータロウが2番目になってます。で、逆に低難易度で見るとちょっと悩んだんですけど、一番雑魚処理とボス火力両方出せるのはジョータロウかなってことで、ジョータロウを1位にしました。で、ジョリーンとウェザーは、まあ、ジョリーンは単体、ウェザーは全敵超落雷とかで雑魚処理いろいろできそうなんで、まあそのベクトルは違うけど強さは大体似たようなもんかなってことで、2人はイコール関係ぐらいにしてます。そしたら次は各々のキャラの強みの部分について話していこうと思うんですけど、まずジョリーンはこれ12ターンで使える直殴りの乗る SS って本当にコラボキャラで全然いないんすよね。大体みんな16ターンとか20ターンで1段階目なんで、12ターンで撃てるっていうのはすげー使える場所どっかあるんじゃないのかなみたいな。で、あとこれ使ってみたでも言ってたけど、無敵化のターンがすっげー長いんですよね。1段階目で4ターン、2段階目で8ターンだから、これだけ長いキャラはほぼほぼいないはず。大体みんな2段階目4ターンで消えちゃうから、それだけ長い無敵持ってんのはジョリーンくらいしかいないんじゃないのかな。で、あとは SS の追撃は弱点絶対に言ってくれる弱点必中系なんで、まあすげー火力は出しやすいよっていう感じですね。で、実際 SS の追撃の火力については2段階目は調べてきたんですけど、1段階目はねちょっと調べきれる時間なかったんで、ちょっと調べてません、ごめんなさい。それはもうみなさんで攻略サイトさんとか見てくださいっていう感じですね。で、ヒット数に応じて威力が上がるっていう隠し仕様があるっていうことは、まあなんかいろいろコメント欄とかで教えていただきまして、まあそれも調べてきたけど、まあちょっと200だけは攻略サイトさん引用させていただきました。で、300ヒット稼ぐと 20.7 倍まで上がる。逆にあまりありえないけど0ヒットで打つと 11.7 倍なんで、まあかなり稼がないと火力は出てくれませんよっていう感じの仕様になってんね。あともう一個、貴族生の直殴りの乗るワンパン枠でワープ減速魔法陣っていうキャラは確かいなかったはず。直殴りの乗るワンパンは仮面ライダーとミカサぐらいしかいないんで、その辺考えたら、まあこの枠でワープ減速とかのクエストで誰か連れてこないといけないよって言われると、まあジョリーン連れてこないといけなくなってくるんじゃないのかなみたいな、そういう特徴もあるんじゃないのかなと思いますね。そして次、最も物議を醸し出していると言っても過言じゃないジョータロウなんですけど、まあ強みとしては確定全体遅延、1段階目で2ターン遅延してくれて、2段階目だと3ターン遅延してくれるから、まあお手軽に遅延できてすごい楽にしてくれるよっていうのと、あと SS の追撃スターツプラチナの攻撃は18倍だけど全属性キラーが乗ってくるんで、火力に関しては27倍、弱点に当てるとすっげー火力出てくれますよっていう感じになってますね。あとはまあモンスト界隈でもベスト5に入るくらいの SS のかっこよさ入ってくるんじゃないですか。まあジョジョ好きな人はこの演出モンストで見られるということにもう感涙してるんじゃないのかなと思います。で、まあ、最も物議を醸し出してる SS の追撃が表面しか捉えてくれない問題なんですけど、よくよく考えるとこれってやってることは鬼滅の炭治郎くんと一緒なんですよね。だから SS で自強化してその後敵に張り付いて最後に遅延してくれるっていうのもやってること全部炭治郎くんなんですよ。だからワンパンキャラとして考えてる私たちがもう間違っていたみたいな、運営さんはこれをワンパンキャラじゃなくて自強化遅延ワンパンはおまけみたいな感じのキャラとしてもう考えてたみたいな、そんな感じになってるのかな。だからもうこれは本当に追撃を負け弱点にうまいこと当たってくれたらラッキーみたいな、もう遅延目的で撃つみたいな感じの使い方になってくるんじゃないのかなっていう感じですね。まあ実際弱いか強いかで言ったら、まあちゃんと強いんですよ。私たちがワンパン求めてたワンパンと違うからめちゃくちゃ物議を醸し出してるだけで、まあ一応持ってるもんはちゃんと強いんですよね。だからまあそれを活躍できるクエストがまあ天魔の古城でやってきたらもうみんな手のひらぐるぐるですよ。そんな感じですね。だからそんな感じで、まああとは重心化回でこれが一応マームみたいな自強化の後に張り付いて弱点必中っていう仕様だって別にシステム的にはできるんだから、まあ将来いつか3部のジョータロウとか、まあそれか6部第2弾とか来た時に重心化回してこういう仕様に、マームと同じ張り付いたら弱点必中とかになってくれたら、もう最強のスタープラチナ、無敵のスタープラチナでなんとかしてくれますよっていう感じですね。で、最後にウェザーなんですけど、割合毒プラスバリア不要 SS、やっぱりこれが一番強みになってくるかな。 SS が1段階目だと 5% 3ターンで 15%、 2段階目だと 15% を3ターン削ってくれて、毒当てるだけで 45% 半分ぐらいは削ってくれますよっていうのが一番の特徴になってる。で、あと照明削りとかアイテムの 10% 削りとかもろもろ合わせると合計で 71% 削れるんで、まあ即死までに3割削れないなん
んて人はほぼほぼいないだろうから、まあ、とりあえずこれ一発打つだけでどこかのステージはもう楽々にクリアできるみたいな感じにはしてくれるんじゃないのかなっていう感じですね。あとは持ってるアビリティは全部蝶になってる、なかなか珍しいタイプなんで、それも一応で、あとは蝶バラは今のとこ別にしなくてもいいけど、もしこういうクエスト求められたら蝶バラにすることでさらに火力も上がってくるから、その辺でも使えるんじゃないのかなっていう感じですね。まあ、毒がやっぱり一番特徴かな。忍さんとかも確かどっかの超究極アドミニストレーターだっけ、 SAO のあそこで毒すげえ役に立ったみたいなとこあったんで、そういうなんかいろいろ条件満たさないとなんか倒せないよとか、雑魚処理がすげえしんどいようなクエストで先に一発打っとくだけで削れるっていうのはすごい一番大きな特徴になってくるんじゃないのかな。で、あと蜘蛛のスーツも耐久力低いのは原作再現でしたということでしたね。私この耐久力気になってたけど。そして次はスターターパックなんですけど、直殴りの倍率2段階目だけ一応調べてきました。これ間違ってた、ごめんなさい。直殴りの倍率、直殴りじゃない倍率ごちゃ混ぜに同時に打ってるから、ちょっとジョリーンもそうだけど間違ってたらごめんなさいなんですよね。で、一応調べた限りでは多分 6.24倍の攻撃を26発打ってくれるってことで、ここに連撃キラーとか打ってる最中に勝手に上がっていってくれるから、打ってる最中に絶対にもう威力2倍にはなってくるんで、実際のとこ多分超ワープとかもあるから、実際の火力感に関しては多分13倍とかそれぐらいの火力は出てくれるんじゃないのかなっていうことで、まあその下正面に張り付かないと火力出せないっていう仕様はあるけど、ちゃんと下に弱点来てるんだったら、まあガチャゲンのワンパンキャラよりもちょっと劣るけど、それなりの火力はちゃんと出してくれるんじゃないのかなとは思ってね。あとは固定ダメージも持ってるから、その辺でもしかしたらコンプレックスみたいなとこだと役に立つんじゃないのかなとは思ってる。で、あと意外と図鑑見てて思ったんですけど、このワープマインブロックとかのこの辺の枠って非属性だとそんなに強いキャラは多くなさそうなんですね。だから意外とこれ持っといて、こういう感じのワープブロックマインでなんか2つ求められてクエスト連れていくときに意外とこのキャラ使うみたいな場面はもしかしたらあるんじゃないかな。まあ、その辺はちょっと各々の手持ち見て、あ、意外とこの枠強いキャラいねえわって思ったら買っとくのもいいんじゃないのかなと思いますね。あとはまあジョジョコラボガチャあんまりなんか引くべきじゃないみたいなこと言ったんで、それでもやっぱジョジョコラボの演出いつでも見れるようにしたいっていう人は980円払ってこれ持っとくといつでもオラオラ見れるみたいな感じのことできますねっていう感じになってます。そしたらここからは各々のキャラの弱みについて話していこうと思います。覚悟はいいかということですね。で、これ全員に思っていることなんですけど、みんな高難易度でめっちゃ使えるぜこいつはみたいな感じの雰囲気私あんまりしないんですよね。だからこれは本当に天魔の古城で何か1体くらいは最適レベルもらってくんないとちょっと報われねえなとは思ってる。で、1体ずつ見ていくと、ジョリーンはやっぱヒット数稼がないと火力出せないっていうのがきついかな。他のキャラで補っていかないといけないもんね。で、あと最大倍率 20.7 倍なんですけど、これもそんなに高いなーとは私あんまり思ってないんですよね。やっぱ超ワープとか超バラとかそういう火力上乗せ要素何も持ってないんで、 20.7 倍が上限ですよってなるとやっぱちょっとそこ気になるかな。で、ジョータローはもう追撃、もう私たちの考えるジョータローってもうスタープラチナオラオラオラハイワンパンみたいな感じなのに、それができにくいっていうのがやっぱ気持ちよさを阻害してるんじゃないかな。別に遅延なんてなくてもいいから弱点必中に変えてくれてもすげえいいんじゃないのかなって思うんですよね。あと攻撃力3万っていうのも、いや大体のワンパンキャラ3万2000とか3万3000とかみんな持ってそうなイメージあるから、そこもなんかちょっと攻撃力もう1000ぐらい欲しかったなと思いました。で、ウェザーに関しては SS の自強化倍率がやっぱ低いかなっていうのと 1.1倍 1.3 倍、であと1段階目の毒割合が 5% 3ターンだから結局 15% しか削れないんで、毒目的で撃つんだったら2段階目まで待たないといけないんですね。これもいやできればなんか 8%×3 で 24% とかなんか 30% とか3ターンでそれぐらいはやってほしかったかなとは思いました。いや、これ運営さんは一体ジョジョコラボの性能についてどう思ってんだろう。一応運営さんなんか先々の予定を組んでイベントを実施したりしていく中でなんか常にユーザーの反応を予測しているって言ってるんですよね。だから私たちのこのおいおいおい、ジョーチャローはこんなんじゃねえぞみたいなこと思ってんのも想定の範囲内だから、それか意図していた反応とは異なるケースも当然ありって言ってるから、あれ思った反応とちゃうぞみたいな。で、場合によっては緊急会議開くってことも運営さんおっしゃってるんで、いや、どうなんだろう、今緊急会議してんのかな、どうなんだろう。で、一応確かコラボの性能ってコラボ先と協議して決めるみたいなことは確か言ってたような、言ってなかったような、そんなこと気がするんで、一応向こうも思ってるのかな、なんかそんな気はするんですよね。あとはまあ
常に24時間ユーザーの動向を把握することは意識してやっておりって言ってるから、私たちがこういうことを言ってるのも多分運営さんは知ってるんですよね。動くかどうかは別として。いやまあそんな感じで、ちょっと今回はね、そのジョジョクラブ仮に引くとしても誰のピックアップで引くべきかみたいなのはすげえ言いにくい。だいたいほらリゼロとかシャーマンキングとかもちょっとそのうーんって思うようなキャラいたけど、だいたいレムとかヨウ君とかのピックアップで引けばいいんじゃないって言えたんですけど、やっぱジョウ太郎かな。でもワンパンがしにくいか、ワンパン目的だったらジョリーンなんですよね。でワンパンなんて、まあ、別の動画でも言ったけど艦隊で接待なんてほぼほぼされない。1体編成するのがだいたい後々の当てはまり方だから、そういうのを考えたらウェザーとかになってくるのがなんか今回決めにくいかな。でもまあ後々考えるんだったら絶対ジョウ太郎は強くなっていくと思うんで、やっぱジョウ太郎ピックアップの時にジョジョコラボ引くんだったら引いた方がいいんじゃないのかなーって個人的には思ってる。あとはまあここの枠アミダとか、あとジャック・ザ・リッパーとかもいるから、その辺考えたら接待もしやすそうな気がするしね。まあなんでそういう感じだと私は思ってました。ということで終わります。ごきげんよう。